頭痛糖痛とは、痛みを意味する、医学用語であり、ここではその生理学的な側面を記述する。一般的には、末梢神経への刺激により生じる。一般的な頭痛のような、痛みには、ヒステロイド性抗炎症薬、塩性度など、依存性の少ない鎮痛薬が使われる。これは、アスピリン、アセトアミノフェン、イブプルフェンといったものである。 眼性疼痛は悪性腫瘍の痛みの管理を指し、この痛みを管理するためには、オピオイドのような麻薬性鎮痛薬も使われる。疼痛は、ほとんどの先進国において、医師受診の最上位理由である。疼痛は、多くの病状において、重大な症状であり、人のクオリティオブライフ及び一般的機能を妨げうる。20から70%のケースでは、 単に鎮痛薬を用いることが有用である。社会的支援、催眠、興奮、気晴らしなどの心理的要因は、痛みの強度や不快感に重大な影響を及ぼしうる。安楽死の議論において一部の論者は、痛みは終末期の人々の生活を終わらせることを許し得る理由だと主張している。1979年に国際疼痛学会は、痛み、 疼痛を次のように定義している。組織の実質的な刺激は、物理的刺激、あるいはセロトニンやブラジキニンなどの疼痛物質による化学的な刺激であり、これを疼痛神経周末端が感知し、電気的なシグナルに変換し、温通覚球神経路である外側脊髄脂小炉を通過し、大脳の中心誤解が痛みとして認識した結果が疼痛となる。 痛みを伝える末梢神経には A デルタ繊維と C 繊維の二つの神経繊維が知られている。例えば腕を叩いた時、初めの痛みは A デルタ繊維の伝導により、極材が明確な鋭い痛み、一時痛が伝わる。その後、C 繊維の伝導により、極材が不明確なじんじんとした痛み、二時痛を感じる。これは A デルタ繊維の方が C 繊維より、 電動速度が速いためである。この現象から痛みは二度感じると言われることがある。この遅い痛みである、C 繊維を軽度かつ持続的刺激を行うと痒みが生じることが知られており、そのため、生理学的には痛みと痒みは同じ感覚とされたが、痒みは頭頂用内側部のくさび全部による独自のメカニズムで覚えられる。一方、定義からもわかるように、 組織の実質的な損傷によるものでなくても、大脳が同様の不快な感覚上動体験をしたものであれば、疼痛とされ、慢性的な痛みにおいては、実質的な痛み以上に重要なる。痛みは4から6週間以内持続する急性疼痛と4から6週間以上持続する慢性疼痛に分類される。痛みという感覚がなぜ存在するのか その生理的な説明に多くの生理学者は悩み続けてきた。現在は痛みは危険を知らせるシグナルとして有用と考えられている無痛無汗症の患者が痛みを感じながらために無理な姿勢や外的接触による骨折、皮膚の深い損傷、皮膚の可能、関節障害、骨髄炎など通常では考えられない怪我を頻繁に繰り返し、怪我や骨折はもちろん中水炎。 腹膜炎などの内臓の病気も見逃される、当生活するにあたって様々な不都合があることからも伺える。しかしこれは急性疼痛のみで有効な考え方であり、慢性疼痛では痛みの原因と考えられる危険が全く存在しないことも多々あり、痛みがそれ自身で疾患として振る舞うことがあり、痛みを感じなくすることが治療となることもある。こういったことは、 緩和医療の分野で詳しく研究されている。急性疼痛は、体性痛内臓痛関連痛の3つに分類されている。以降に、体性痛と内臓痛の違いを記述する。要するに、痛む部位を尋ねて、はっきりとここが痛いということができ、副部所見がそれを証明できれば、体性痛ということとなる。痛む部位がはっきりせず、 また痛む部位をさすったり、Aβ 繊維刺激、他のことを考えること、心理的刺激で警戒をしたりする就職効果があれば、内臓痛と考えればよい。関連痛は、実際に障害されている部位と異なる部位の表面が、痛くなるような現象である。正常としては、内臓痛に近く極材は明確でないことが多い。心筋拘束で肩に起こる、関連痛が有名である。 この場合は、肩自体の痛みと区別する方法は運動痛の有無と可動域制限の有無を調べればよい。本当に肩が障害されていれば、肩を動かせば痛みは変化するし、肩関節が障害され、関節可動域は狭くなるはずである。頭痛評価法として、臨床的に最も用いられる指標にフェイススケールがある。感覚繊維に限る、クナ法といわれる。 方法論を用いる。LV、急正状、旧定度、T 時間、S 状況、会寛解像悪因子、A 随伴症状のことである。中水炎、盲腸と一般には言われるは、知名度の割に診断が難しい疾患である。診断学の世界では、中水炎の病態整理は次のように理解されている。まず中水に異物などが貯留し細菌が繁殖することで、 関空内圧が上昇し、深下部の鈍痛という形で関連痛が発生する。さらに、腸管粘膜に炎症が起こると、右下腹部の鈍痛という形で内臓痛が発生する。さらに進行すると炎症が、関空の内側から外側、すなわち臓側腹膜に波及する。腸管の動きなどで臓側腹膜が壁側腹膜と接触し、炎症が壁側腹膜に波及すると、 右下腹部の鋭い痛みとして体勢痛が発する。この頃には反腸痛といった腹膜刺激症状が出現する。これは概念上の話であり、炎症が激しくなり組織障害が強くなれば関連痛、内臓痛、体勢痛という順に進行していく。十二指腸潰瘍などで先行を起こすと体勢痛が発生するが大網によって先行が塞がれると、 圧痛がなくなることもある。こういったことが起こると、身体診断学は無力であり、造影 CT など、画像診断を行わざるを得なくなる。中水炎に限って言えば、痛みが関連痛である、進化物痛の時点では特に診断せず、痛みが下腹部に移動したり、治らなければ、再受診という形にし、下腹部の鈍痛であったら抗菌薬で、保存的に治療す。 腹膜刺激症状まで出現したら、手術を検討するという方法が考えられる。手術が可能な施設ならば、この時点では外科を紹介するだけで十分なことが多い。腹膜刺激症状が限局している場合は、保存的に治療可能なことが多いが、その所見が広がってきた時は、手術ができる状況でないと危険である。いずれにせよ、中水炎の診断は、総合的に行われる。 そして馴染み深い疾患であるのもかかわらず、誤診率も極めて高い。中水炎に関しては、ククナホの病歴と身体所見で疾患の極在と病院、疾患の進展度と重症度、疾患の治療と判断を行うことができる。アルバラドスコアというものもあり、7点以上で中水炎が疑わしいとされている。画像診断では造影 CT が望ましいとされている。 ここで挙げる疼痛とは主に急性疼痛であり、痛みが数ヶ月続く場合は、慢性疼痛であり、鑑別疾患は異なる。痛みとは、急性痛と慢性痛に分かれる。急性痛の場合は痛み自体が警告反応であり、また痛みが経過を示すパラメータの一つになるため、診断が確定するまではできる限り除痛を行わない、ことがましいと言われていた。しかし近年は、 画像診断の発達とともに、診断や治療の妨げとなる疼痛を除去することを優先すべきとの考えも広まってきている。また、慢性痛の場合は、診断的価値もなく、慢性痛自体が患者の様々障害となりうる。そのため、ペインコントロールが重要となる。東洋医学では病気ではなく、症状に合わせて漢方薬などを用いて治療を行う。 以下に、東洋医学における分類をまとめる。1986年に、世界保健機関による、風法式がん疼痛治療法が提唱され、1996年に、第二版となった。この三段階の疼痛管理法は、痛みを三段階として、捉え、軽度ではオピオイドではないアスピリン、アセトアミノフェン、イブプルフェンなど、ヒステロイド性抗炎症薬を用い、 癌の疼痛のような高度な痛みの管理にはオピオイドが選択され、最初にコデインのような弱いもの、次にモルヒネのような強いものということである。総称、怪我の痛みでもこうした考え方で、鎮痛薬を使用するなどを普及した考え方である。しかし、オピオイドには呼吸抑制の致命的な副作用があり、そうした脂肪が急上昇し、アメリカでは、 オピオイド危機を引き起こしてきた。2014年にはアメリカ神経学会がオピオイドによる死亡増加から声明を出しており、頭痛、腰痛、繊維筋痛症などの慢性頭痛状態では薬剤使用の利益を危険性の方がはるかに上回るとした。2018年にはアメリカ頭痛医学会米麻酔学会米麻酔鎮痛学会は 急性疼痛にケタミンを用いるためのガイドラインを作成し、オピオイドの鎮痛作用に耐性、慣れが生じている目である。また、ニューヨーク州保健当局のように、オピオイド依存を避けるために、医療大麻を提唱している場合もある。システマティックレビューにて、メラトニンの使用は、疼痛の強さや、鎮痛薬を必要とする人の割合を減少させていた。ベポライザー。 吸入器による大麻により、糖尿病性末梢神経障害の痛みを減少させたというランダム化比較試験がある。また喫煙した大麻は、3つの RCT が神経、元性頭痛への有効性を示した。頭痛の管理に対するアロマテラピーのメタアナリシスは、アロマテラピーが、術後頭痛と産婦人科における頭痛に、最も効果的であり、頭痛の軽減に利用できるとした。 別のシステマティックレビューは、術後の疼痛に関して、9つの RCT があり、5つは有効、残りは無効であり十分な証拠があるとは判断できないと結論した。がんの疼痛は緩和しないようである。痛みの原因となる疾患の診断がつき、痛みの推移をモニタリングする必要がない場合は、速やかに鎮痛を行うべきである。 この場合に鎮痛薬を用いるのだが、鎮痛薬にもいろいろな種類があり、使い分けが要である。急性虫衰炎などの場合、痛みの増強は悪化傾向を示唆し、悪化した場合は、手術を行うことで治療ができるので鎮痛薬を用いないことがある。よく用いる塩制度としては、アスピリン、アセトアミノフェン、イブプロフェン、ロキソプロフェン、ロキソニン、 ジクルフェナク、ボルタレン、インドメタシン、イドメシン、ケトプロフェン、モーラス、フルルビプロフェン、ロピオンといったものである。体性痛に関しても第一選択薬である。最も古いヒステイロイド性抗炎症薬はアスピリンである。アスピリンは下熱鎮痛薬として知られているが1970年代にようやくアラキドン酸化スケードを阻害し、 プロスタグランジンの産出抑制することで鎮痛を行うということが明らかになった。シクロキシナーゼを阻害するのだが、これによってユーリアラキドン酸がロイコトリエンとなる経路が活性化され、アレルギーや喘息を聞こという副作用が見られる。2007年現在、アスピリンは鎮痛薬としてはほとんど用いることはない。トロンボキ酸 A2 を不可逆的に不活化するということで、 高血小板薬として非常に低容量で用いられることが多い。アスピリンの副作用で重要なのは全息、胃潰瘍、来症候群などである。来症候群の予防のため小児のバファリンはアセトアミノフェンが用いられている。小児でアスピリンを用いる疾患は有名なもので、川崎病、リウマチ熱、小児リウマチなどが挙げられる。副作用を改善した塩精度として、 サリーチル酸系、プロピオン酸系、アリール酸系など様々な種類がある。ただし、トロンボキ酸 A2 を不可逆的に抑制するのはアスピリンくらいであり、その他の遠征度は可逆的に抑制するだけである。多くの外科的処置をする場合は、アスピリンは血小板の寿命である10日ほどの休薬期間が必要だが、それ以外の遠征度ではそこまでの休薬は必要ない。 血小板には核が存在せず、新規のタンパク質合成ができないため、酵素の不可逆的阻害が血小板の不可逆的阻害となると考えられている。より多くの社会的支援を受けている人は、痛みが少なく、服薬が少なく、労働の苦痛が少なく、出産中に硬膜外麻酔を使用したり、冠無理動脈バイパス手術後の共通に苦しむ、可能性が低い。 高頭による説明は痛みの強さに多大な影響を与え得る。モルヒネと説明して生理食塩水を注射されると約35%の人々が顕著な改善を報告している。このプラセボ効果は不安になりがちな人々により顕著であったためその効果は不安軽減によるものと考え得るがその全てを説明するものではない。プラセボは軽度の痛みよりも 激しい痛みにおいて、より効果を示す。しかし反復投与するとその効果は徐々に弱くなる。認知行動療法、CBT は、慢性疼痛患者の QOL 改善に有効で、あるが、軽減の度合いは軽微であり、CBT は、アウトカムに影響しないようである。アクセプタンスコミットメントセラピー、アクトは、慢性頭痛の治療に有効である、可能性が高い。 仏教の瞑想の手法を応用したマインドフルネスストレス低減法も用いられてきた。頭痛は救急部門受診の50%以上、家庭受診の30%以上の理由である。複数国を対象とした研究では慢性頭痛の有病率は人口の12%から80%に及ぶと報告されている。頭痛は人々が死に近づくにつれ、 より一般的になる。4703人の患者を対象とした調査によれば、死亡前の2年間においては26%が痛みを訴え、1ヶ月前では46%にもなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。